5月11日火曜日、おはようございます。ポターステム株式会社代表取締役の本橋です。今日ご紹介するのはこちら、はい、ブレスレットです。このブレスレット、よいしょ、アジャスターがついていますので、はい、広げていただいて手に通して、よいしょ、ギュッと締めていただくと、はい、こんな形のブレスレットになりますが、こちら、はい、こんなようなキットを使って作っていきます。このキット、ブレスレットの長さに合わせて、ここを調節して、その後は一本一本手でこのように編んでいきます。はい、こんな感じですね。もともとはこちらの商品、イベントなどで、ワークショップとして、お子さんに作っていただいた商品なんですけど、今は、相良にある、就労支援の相良作業所さん、はい、こちらの方に、作っていただいております。ポチと一緒にこんな感じでコラボ商品という形で販売しているんですが、まあ、最近特に去年1年はイベントなくて、こういうものを作るワークショップっていうのを行えなかったんですけど、今年は、1年ちょっとぶりに、イベントに参加したいと思ってます。で、今週末5月の15、16、富士の方御殿場市で行われる、アコチルというイベントに、出展しようと思ってます。そちらでは、ワークショップ、ブレスレットではなくて、今回新作の、ボトルホルダーの方を作っていきますので、またそちらは詳しくご紹介させていただきます。はい、久しぶりのイベントなので、まあ、こういうコロナの時期ですけど、安全対策しっかりしながらの参加していきますので、またお会いできることを楽しみにしています。それでは今日も一日頑張りましょう。